正義感からの行動だということは理解しているつもりだ。だが、組織の一員であるからには、組織のルールには従ってもらわねばならん。今回の第09地区への無許可での立ち入り及び、非正規の捜査活動とレギオンを伴う戦闘行為。これらは、明らかな命令違反だ。処分が決まるまで、この交流室に入っていてもらう。命令違反で交流。なぜあそこに？俺にも話せないわけがあるってことか。でも一つ忠告しておく。理由はどうあれ、今後はもう少し慎重に行動しろ。あまり心配させるなよ。ま、俺の方も随分心配かけちゃったけどな。でも安心しろよ、もう何ともない。それどころか以前より強くなって戻ったんだ。驚いただろう、この黒いレギオン。まだテスト段階ではあるらしいけど、再開されたプラントで作られた次世代型の試作機。あの時のレギオンの暴走を受けて、より強固な高速とつながりを可能にしたって研究所の人が言っていたけど、なんて言えばいいのか、本当に自分の手足のように自由に動かすことができるんだ。これで俺も戦える。これからは一緒に戦えるんだ。全ては司令のおかげ。あの人が俺に戦う力をくれたんだ。俺たちはただ司令を信じてついていけばいい。なのにこのタイミングでこんなことになるなんて、世話かけさせるなよな。まあでもここのところ戦い詰めだったんだろ。いい機会だと思って休息を兼ねて少しそこで頭を冷やしてろ。おとなしくしてろよ。いいな。プライベート回線から繋いでるの。なんとかしてあげたいけど、私なんかには無理。ひとまず交流だけで済んでよかったわ。まあ体も大丈夫そうだし安心した。俺に懲りて無茶はほどほどにね。こんな時にも人の心配をするのね。ハル君はネウロンからの除隊処分が確定したみたいよ。上は彼があなたをそそのかしたってことにして全責任をなすりつけたみたいね。逮捕状も出てるっていう噂が飛び交っていて、現に彼消息不明なのよ。逮捕されたらどうなるかわからないから逃げたんだと思うけど、本部の機密情報にも勝手にアクセスしてたって話もあるみたいだし、とにかくもし彼から連絡が来たら隠さず私にだけはすぐに教えて。じゃあまた何かあったら連絡するわね。やあ、通信に盗聴と逆探防止コードを仕込むのに手間取っちゃって拘束されちゃったんだね。僕が無理なお願いをしたばっかりに迷惑かけてごめん。でも君の力はネウロンとしてだけじゃなく政府からも求められているものだ。逮捕なんてことにはならない。きっとすぐに出られるよ。僕は一旦姿を消して
騒ぎが収まるのを待つことにする。その間こっちでいろいろと調べてみるよ。また何か手がかりになりそうなことをつかんだら報告するから。ああそうだ、確信は得ていないけど嫌な予感がするんだ。カラスには気をつけて。いいね、じゃあまた。こちらアリシア、イーストサイドハイウェイの高架下にホムンクルスのものと思われる巨大な卵を発見。了解、付近に出動中のネウロン隊員に次ぐ。至急現場に向かって。こちら陣、現在行動可能な隊員が各地で大量発生したキメラの処理に当たっている。悪いがすぐに応援に行くことは不可能だ。そう、仕方ないわね。どうアリシア、そっちだけでやれる？ええ、シズもいる。二人でやってみるわ、任せて。あら、大した自信ね。あっ、アリシア！アリシア、どうしたの？シズ、応答して。ジェナ君。シル、我々にやらせてください。我々？今の君なら一人で十分だろう。事態は切迫しています。この状況を打破するために彼女の力は必要不可欠です。聞いていたね、緊急事態だ。一旦君の交流を解く。全ての責任は私が負う。直ちに準備し現場に向かうんだ。汚名返上のチャンスね、頑張って。状況は最悪だ、俺は先に出る。向こうで待ってるぞ。
情報開示。アイリス終了。Thank you.
いつでも飛び立てますよ。準備は万全ですか？了解しました。任務頑張ってくださいね。ジェナを追っているのかもしれない。その可能性は考えられるわね。こちらでも確認してみるわ。レギオンのおかげでこの通り無事だ。一人じゃ彼女たちを守れたかどうか。とっ
っさのことだったから階段を派手に落ちてしまったけど、二人とも無事だ。ひとまず全員無事でよかったわ。医療班のヘリが向かっているから、二人を引き渡し次第ジェナおよびホムンクルスの捜索に当たって。了解。だが急いだ方がいいな。二手に分かれよう。引き渡しは俺が、あんたは先に行ってくれ。私よりアリシアの方を心配してあげてください。この程度の傷平気ですから。油断した。ジェナの存在は考えておくべきだった。捉えられていないから、まずはホムンクルスを追って。悪いんだけど他の部隊の応援は期待できないわ。ひとまず応援として警察隊が向かうことになりそうよ。アイリス起動。いらっしゃい。アイリス終了。私は話したくない。全部おすすめけど注意。ありがとう。またどうぞ。情報開示。
観察しようとして油断してしまった。だがおかげでこの身をもっていろいろ感じることができた。俺をつかむ鍵爪の握力の凄さ、そしてあの翼が作り出す圧倒的な浮力、俺を軽々と持ち上げてしまうなんて。だがあのサイズであの力だとすると、奴らを率いていた黒翼の巨大キメラならどんなにすごいのか。経験して、いかん、興味は尽きないが、何度も助けてもらうわけにはいかないからな。自重するよ。
ないで早く助けろよ。それにレギオンなら簡単だろ。まあ一応礼は言っておく。助かった、ありがとう。分かってるだろうが、今回のことマリーにだけは言うんじゃないぞ、リーナ。ひどいんじゃないか。
アイリス起動。情報開示。
Thank you.
Thank you.
エネルギー反応はその付近に存在しているが油断は禁物よ。
スロムナードを迂回してメインストリートのセーフティーエリアまで行けば体勢を立て直せるわ。さすがに入っては来られないみたいね。警察隊もそろそろ到着する頃よ。先を急いで。こちら第28地区警備隊、まもなく第36地区に到着する。到着と同時に部隊を展開し目標を包囲、一斉射撃により排除する。近くに展開している部隊は指示するポイントに向かい作戦に加わってくれ。よかった、警察隊の応援が間に合ったようね。このままメインストリートに出て警察隊と合流しましょう。連絡道入り口でホムンクルスと接触、部隊の展開は完了している。これより攻撃を開始する。敵から高エネルギー反応、避けろ、レーザーが来ると。よし、いいぞ、このまま壁際まで追い込むんだ。
た奴の攻撃だ。気をつけろ。情報開示。
発の後、それってまさか地下鉄爆破事件の時と同じ？まだ新しいわ。近くにエレメントキメラが潜んでいるのかもしれない。被害が出てからじゃまずいわ。痕跡を追って今のうちに対処しておきましょう。アイリス起動。
これで一安心ね。じゃあホムンクルスの追跡に戻りましょうか。
ホムンクルスがいるわ。注意して。また周囲からデータを吸収している。早く止めないと。アイリス終了。これ以上進化しちゃうと手がつけられなくなってしまうわ。アイリス起動。
終了。キメラを吸収しているのか。なんか嫌な予感がする。しつこいのね。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのかしら。でもそれもそろそろ終わりにしましょう。君にはチャンスを与えよう。単独での任務だ。最善の選手の前期待しているよ、ハワード。
分。
ネルギー反応の消失を確認。無事ね、よかった。こちらアキラ、ハーモニースクエア西連絡道付近でジェナを見失いました。了解。出動中のネウロン隊員は引き続きジェナの捜索に当たってください。アキラ隊員、君は彼女を連れて本部に戻り、司令室へ出頭するように。ヨゼフ司令からの命令よ。了解。あんたのせいで俺まで戻ることになるなんて。まあ、いいか。これより本部まで連行する。心配するなよ。今回の活躍できっと処分は帳消しだ。もしもの時はまた弁護してやるよ。